い、では、ボディ打ちをレクチャーしたいと思います。はい、お願いします。で、まあ、ボディ打ちの、まあ、基本として急走ですね。水落ち、レバーと、あとキドニーっていうのもあります。それは、まあ、腎臓ですね。まあ、的にはやっぱり水落ちか、レバーですね。レバーを狙って打っていきます。で、ボディ打ち、まあ、相手がしっかり右見えてて、相手も自分のパンチに耐えられる時はそんなに効かないんですけど、呼吸の乱れでこうちょっと上にパンチをずらしたりして、ちょっとフェイント入れてポンと軽く入れただけでも結構呼吸がうっと止まっちゃって効いたりしますんで、まあ、ボディはタイミングですよね。やっぱりタイミングよく打っていくと。で、しっかりそれが入った場合に、まあ、呼吸ができなくなります。呼吸が吸えない状態になるんですね。スーッともう呼吸が出ていくだけの感じになって、で、お腹周り腰周りが重くなって、で、もちろん足もそれによってこう動かなくなっていく。で、それでよくアウトボクサーの足を止めろ、で、その時にボディ打てというのはそういうことなんですよね。で、まあ、どこの場所が一番効くかでいうと、やっぱり溝落ちとこっちのレバーですよね。で、あと溝落ちとこのレバーの間も効きますんで、そこをかすめるようにして打ってもいいですし、あとは突き抜けるように当てた後、拳が相手の背中から出るように突き抜けるように打ち込んでから抜くと。で、拳1個分ぐらいですかね、自分の場合は拳1個分ぐらいぐっと中に入れてから抜くようにしてますね。そうすると、相手の体の中の方にそのパンチの衝撃が入っていって効いていくと、まあ、そういう感じになっていきます。で、足を止めといて、で、ガードも落ちてくるので、そこで上にいいパンチを集めていくと、そういう感じで組み立てていくといいと思います。はい、はい、では次はですね、ボディ打ちで、元世界チャンピオンの内山隆選手が、よく倒してましたけど、その打ち方をレクチャーしたいと思います。じゃあお願いします。で、基本的にはやっぱりこの溝打ちかレバーですよね、狙ってる場所は。で、当てた後に、おそらくですけど指2本ですね、指2本、中指と、人差し指の拳の方ですね、そこの2本のナックルを意識して、そこを中に入れるようにして、最後スナップを引かせて打ち込んでると思うんですね。それで最後の人を打ちて衝撃を与えていくと。で、あとはまあ腕の振りですね、手の長い遠心力を使って振っていって、最後の一押しでスナップを引かせて打ち込んでると、そういう打ち方だと思います。最後の瞬間ですよね、瞬間手首を内側に入れて拳を中にめり込ませるように打っていくと、そういう感じだと思います。はい、はい、次は、ボディ打ち、レバー、真ん中の溝、何パターンか、効く急所のダメージを与える攻撃をレクチャーしていきたいと思います。お願いします。で、まずレバーなんですけど、大体、このあばらの下ぐらいを狙うんですけど、これが僕結構こっちに散らしてこう打つ時だったんですけど、相手が右ストレート振りに出してきたのをヘッドスリップで避けて打つ場合もありますね。で、そうですね、あとこっちに、重心をずらしてこの溝落ちに打つパターンもある。ちょっとこう、ゆっくりめでやってみましょう。そうですね、こっちに移ってこういう感じですね。もう一回いきましょう。この時にしっかり、もう一回いいですか、こう
なんだろう、えぐるような感じで下から突き上げるようにして打ってもらえた方がいいですね。はい、こちら水も一緒ですね。実際これで倒せるパターンの時もあるんで、しっかりとナックルを握って当てにいきましょう。もう一回、you